皆さんこんにちは。今回は清宮幸太郎選手の2打席連続ホームランとトレードの噂について紹介していきます。北海道日本ハムファイターズの清宮幸太郎選手が2024年7月21日のロッテ戦で2打席連続ホームランを放ちました。この試合はゾゾマリンスタジアムで行われ、日本ハムは10対6で勝利し、前半戦を締めくくる重要な一戦でした。清宮選手はこの試合で7回と9回にそれぞれホームランを放ち、チームの勝利に大きく貢献しました。特に7回のホームランは勝ち越し点となり、9回のホームランはダメ押しとなりました。この2打席連続ホームランは彼が持つポテンシャルを再確認させるものであり、ファンやチームメイトにとっても大きな励みとなりました。清宮選手はそのパワフルな打撃が特徴であり、特に左打者としての長打力はチームにとって貴重な戦力です。彼の打撃フォームはしっかりとした下半身の使い方が特徴で、ボールを遠くに飛ばす力を持っています。また守備面でも内野手としての柔軟な動きが評価されています。この日の試合では清宮選手の打撃が冴え渡り、彼の成長を感じさせるプレーが続きました。7回の打席ではカウント2対2からの速球を見事に捉え、ライトスタンドに運びました。続く9回の打席でも初球の変化球を見逃さず、再びライトスタンドに打ち込みました。この2打席連続ホームランは彼の集中力と打撃技術の高さを証明するものであり、今後の活躍に期待が高まります。試合後のインタビューで清宮選手は、どうせだったら明日も試合したいくらいと語り、その喜びを隠しきれない様子でした。彼のこの言葉には、今回のホームランが彼にとっても大きな自信となったことがうかがえます。また自分でも波があることは理解している、オールスター休みを挟んでしっかり調整して感覚を保つように努めたいと述べ、今後の課題に対する意識も高いことが感じられました。高校時代から怪物と呼ばれるほどの活躍を見せ、早稲田実業では主将を務め、高校通算111本塁打という驚異的な記録を打ち立てました。プロ入り後もドラフト1位指名を受けるなど、将来の日本ハムを担うスター選手として大きな期待が寄せられていました。しかしプロ7年目となる今シーズン、清宮選手の状況は芳しくありません。開幕直前の春季キャンプで左足を負傷し出遅れてしまったのです。4月19日に1軍に昇格したものの、9試合の出場に止まり、打率はわずか8分3厘、ついに5月6日に2軍降格となってしまいました。一方で日本ハムは今シーズン絶好調です。新庄剛志監督のもと若手選手が躍動し、昨年までの最下位チームからは想像もできないほどの好成績を残しています。5月時点では首位のソフトバンクを猛追する勢いです。そんな中、チームの勢いに乗れない清宮選手は、まさに蚊帳の外の状態、打撃面での不振に加え守備でもミスが目立ち、監督からの信頼を得られていないようです。清宮選手の不振は今シーズンに限ったことではありません。プロ入り後、彼の1軍での打率は毎年2割前後に止まっています。昨シーズンこそ10本塁打を記録しましたが、打率は2割4分4厘止まり、規定打席に到達したのも昨シーズンが初めてでした。才能は誰もが認めるところですが、結果を残せていないのが現状です。このままでは清宮選手がトレードに出される可能性も十分にあると言われています。実際昨シーズンオフには同じドラフト1位入団の吉田輝星投手がオリックスにトレードされたばかり。日本ハムとしても戦力外になりかねない選手を放出する判断に踏み切るかもしれません。仮に清宮選手がトレードされるとしたら、まず挙げられるのがパ・リーグの球団です。指名打者制度のあるパ・リーグでは打撃に特化した起用が可能。守備の不安がある清宮選手にとって、打者としての能力を存分に発揮できる環境といえます。特に噂されているのが西武ライオンズです。西武は昨シーズン主砲の山川穂高選手が抜けた穴をまだ埋めきれておらず、長打力のある選手が求められている状況。一発の魅力を秘めた清宮選手はまさに西武の補強ポイントに合致すると言えるでしょう。またセリーグの球団が清宮選手に興味を示しているという情報もあります。特に巨人が有力視されているようです。巨人の監督を務める阿部慎之助氏は、現役時代から体力と根性を重要視することで知られています。おっとりとも評される清宮選手を阿部監督の下でしっかりと鍛え上げることができれば、大ブレイクにつながるかもしれません。実は清宮選手のトレードをめぐる噂は今に始まったことではありません。
高校時代に清宮世代と呼ばれ、ドラフト同期でもあるロッテの安田尚憲選手やヤクルトの村上宗隆選手はすでに一軍の中心選手として活躍しています。対して怪我の影響もあり出遅れている清宮選手、同世代との差を感じているはずです。加えて日本ハムの内部事情も清宮選手にとっては追い風とは言えないでしょう。新庄監督のもと若手選手の台頭が目覚ましい一方で、レギュラーの座を獲得できていない清宮選手、万波中正選手や郡司裕也選手に加え、新外国人のアリエル・マルティネス選手など主力が続々と育ってきている現状では、出場機会はさらに減ってしまうかもしれません。そうなると清宮選手にとって日本ハムに残り続けるメリットは薄れていくばかりと言われています。第二の吉田輝星としてトレードを望むようになる可能性も十分にありえます。もちろんトレードが成立するには移籍先球団との交渉が必要不可欠。単に清宮選手の成績不振だけでは他球団が手を挙げるとは限りません。清宮選手にはまだ25歳という若さがあります。今シーズンの残り試合で結果を残し存在感を示すことができれば、トレード市場の目玉になることも夢ではないでしょう。逆に二軍暮らしが長引けばトレードの可能性はさらに高まるはずです。清宮選手の今後はまさに分岐点を迎えていると言っても過言ではありません。1年目の2018年は1軍出場53試合、打率は2割に終わっています。2年目の2019年は81試合の出場で打率2割4厘7本塁打、プロ初本塁打を記録するなど徐々に結果を残し始めました。しかし3年目の2020年は再び不調に96試合の出場に止まり、打率は1割9分まで下がってしまいます。4年目の2021年は2軍で106試合に出場し、打率1割9分9厘19本塁打と持ち直しの兆しを見せましたが、肘の手術を受けるなど怪我に泣かされたシーズンでもありました。そして6年目となる昨シーズンがプロ入り後初の規定打席到達、125試合に出場し打率2割4分4厘10本塁打と成績を残しました。ただリーグ屈指の主砲と呼ぶには物足りない数字と言わざるを得ません。守備面でも一塁手としてわずか18試合の出場、課題の残るシーズンだったと言えるでしょう。トレードで放出することで大きな注目を集めることになりそうです。いかがでしたか。今回は清宮選手の2打席連続ホームラン、トレードの噂についてご紹介してきました。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それではまた。